ポッペンハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属す町村である。この町の地区は、ホーホレーン山地のバッサークッペ、プフェルツコプフ、オイベベルクの斜面に位置している、ポッペンハウゼン地区を古田川の支流であるリュッター川が流れている。ポッペンハウゼンは、北はホーフビーバー、北東はヒルダース、東はエーレンベルク、 南東及び南は、ゲルスフェルト、西は、エーバースブルク、キュンツェル、ディッペルツと境を接している。この町は、5つの地区で、構成さされている。ポッペンハウゼン城の城壁及び、城門の移行この土地は、13のアンフラインと共に、バイファングとして、フランク王国のガウノハクポッポ一世から、古田修道院への寄進状に、826年2月1日に、 初めて記録されている。しかしこの文書は、ヘッセン州立文書館の厳格な基準によればこの、集落の最初の記録であるとはみなされない。この文書には、B 社と記されていないためである。最初の文献記録は、1155年から1165年に、作成された古田修道院の第三目録、いわゆるコデックスエイバーハルディであるとされている。その後、ここには、 多くの騎士家が帰居し、あるいは漁師だ。例えば、本ン・シュタイナウ・ゲナント・シュタイン・リュックや、本ン・エーバースベルク・ゲナント・フォン・バイアースや、テュンゲン家、ベルレプシュ家、シュペヒト・フォン・ブーベンハイム家、メルラウ家などである。最後の貴族が本マン・マスバッハ家で、最終的にこの書漁は、フルダ修道院長で漁師のアーダルベルト一世、本ン・シュライフラスによって1709年に買い戻された。 いずれの集落にも風神の使用が義務付けられた旅館や水車があった。ポッペンハウゼンには大きな水木があった。その城は縄張りの広さ1万平方メートル以上で1327年に初めて記録され、1459年に少なくとも地上部分が破壊された。いくつかの旅館やポンシュタインリュック広場の地下にはこの旧、 ポッペンハウゼン城の地下倉庫が残されている。シュタインの卓形群像1635年、この地域でペストが猛威を振るった。ペストが住み去ったことに感謝して、職人、ヨハネス・ファールヌングは1639年に、ポッペンハウゼン住民にとって、故郷の山である、シュタインと呼ばれる場所に、キリスト十字架像を建立した。1647年6月21日、 この町は、このキリスト十字画像への巡礼を毎年行うことを決定した。これ以後、町のペストと氷の記念日には、毎年、主体の礼拝堂への巡礼が行われ、ここで六百四十七年の制約の文書が読み上げられる。1九百三年九月三十日の火災で、町の中心部の十八件の家屋と、その付属建造物、被災館、 旧学校が消失した。19世紀から20世紀の変わり目頃にはすでに夏の旅行客のための場所が開放され、これが現在の観光業への分岐点となった。1961年12月15日、ポッペンハウゼンの中心部にヘッセン州経済大臣によってルフトクアオルトの肩書きが与えられた。ヘッセン州の地域再編に伴い、 1972年8月1日に、それまで独立した町村であったアプツローダ、学研ーフ、ポッペンハウゼン・アンデア・バッサークッペ、ロートホルツ、シュタインバントが合併し、自治体ポッペンハウゼンが成立した。この町は隣接するディップエルズ、エイバースブルク、ホーフビーバーの、当時の人口約100人の地域も包含した。ポッペンハウゼンの町議会は、15議席からなる。 この町の紋章と旗は1951年10月29日にヘッセン州内務省により公式に認可された。図柄、銀字と黒字に左右に分割。五本スポークの輪が三つ、字色とは逆の色で描かれている。解説、紋章は中世後期にレーン地方の様々な村に広大な所領を有していたフォン・シュタイナウゲなんとシュタインリュック家の紋章に基づいている。 この家紋はポッペンハウゼンだけでなく、例えばバイエルンのブルクラウ領主であり、ビルツブルグ市教領や古田帝国修道院領の風神となっている。1287年に破壊されたシュタイナウの一族の城があった場所に彼らはポッペンハウゼン城を建設した。1619年からこの村は、 フルダ修道飲料に属したが、1806年から1866年までは、ゲルスフェルトと共に、バイエルンに属した。制御力協会もともと農業を主体としていた、この町には、現在約1400人分の職場がある。重要な経済因子は観光業で、夏場や、比較的雪の多い場所では冬場にも多くの職場がある。ローカルな商業の他に、 いくつかの工業系中小企業も存在する中でも世界的に有名な滑空機製造業者のシュライハーや17世紀にまで遡ることができるパンやパッペルツはこの町に本社を置いている。ポッペンハウゼンは連邦道 B458 号線、フルダ、ヒルダース線から約 3km の位置にある。最寄りの駅はリュッター、アルテンフェルト、ゲルスフェルト駅である。 これらの駅は、ポッペンハウゼンの南を通る、レーン鉄道の駅で、6km から 8km 離れた場所にある。この他に、地元の古田近郊交通会社 MBH により、古田に直接接続するバスが運行されている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。